ライト兄弟メモリアルは、ライト兄弟による、初の動力飛行が行われた場所を記念する施設で、ノースカロライナ州、キルデビルヒルズにある。なお当時の最寄りの集落が4キロメートルほど北の、キティホーク町であったため、初飛行の場所は現在でも、キティホークと呼ばれることが多い。駐車場入り口の案内ライト兄弟はデートンに住んでおり、 当地へは飛行実験のために遠路を旅行した。当時は砂丘であったため試験飛行地に選ばれたが、現在は公園部分が短いサボテンに覆われ、海岸には商店や住居が建っていて、砂地部分は少ない。本施設は、 アメリカ合衆国国立公園局が管理する390余りの公園の一つであるとともに2階が定めた44のアメリカ合衆国国定記念建造物のうちの一つでもある。ここは史跡、公園、記念碑、博物館と隣接するファーストフライト空港が合が体した観光地でもある。公園部分は通年開園している。世界遺産登録は辞退した。 北寄りライト兄弟メモリアル前景を望む。雪景色は珍しい。ビッグキルデビルヒル砂丘場の記念碑1932年、ビッグキルデビルヒル砂丘の上に竣工した18メートルの塔。建設に際しては様々な論議が行われ、花崗岩1200トンを含む4400トン以上の資材を要した。塔の建設前に陸軍は植栽により、 ビッグキルデビルヒル砂丘の南西への移動を停止させた。発行点には1928年に加工岩の記念碑が建てられ、12月17日の記念式典にはオービルライトとアメリア・ヤハートも列席した。その後、1903年12月17日に行われた4回の動力飛行の着地点に記念碑が追加されている。 また発行に使用したレールのレプリカが設置されている。格納庫のレプリカ最初の統治訪問では、ライト兄弟は、キティホークの郵便局兼住居に曲がりした後、砂丘地区にテントを張って、飛行試験を行っていた。格納庫がなかったために最後にグライダーを投棄している。その後の訪問でまず格納庫を、次に作業小屋を自作した。この格納庫と作業小屋が復元されている。 床のない簡素な造りである。国立公園局が管理するビジターセンターの中で四欠に入る立派な建物。2003年の航空100周年事業で整備された。クリスマス以外開いており、9月から5月は9時から5時、その他の月は9時から6時の営業。ファーストフライト空港はタワーのない一般航空用の空港で、滑走路周囲が林のため低空からは視認しにくい。 また、中期スペースが狭いので飛行機で訪問する際には、飛行場情報、イベント情報をしっかり調べておく必要がある。ビジターセンターなどへは徒歩でアクセスできる。100周年に関連して、パイロット用の建屋も建設された。ありがとうございます。